色やデザインまで様々なものがありますが、これ実は全て県外チームの衣装なんです。高知よさこい情報交流館で開催されている全国よさこいチーム展。全国各地のよさこいチームの紹介とともに、衣装や鳴子などが展示されています。高知で生まれ全国に派生したよさこいを県民に知ってもらう目的で開かれています。去年高知市で行われた全国大会に出場したおよそ30の県外チームを期間中4回に分けて紹介しています。鮮やかな色合いの衣装は大阪のチーム、大阪泉州よさこい連サイ。踊り子の金色の帯にご注目ください。踊っている時にはなかなか見ることができませんが、企画展では帯の細かい模様まで見ることができます。それぞれのチームさんがどういった思いでよさこいを踊ってるとか、そういったことを、まあ、やっぱり当館に来て、まあ知っていただければ、幸いです。全国よさこいチーム展は高知よさこい情報交流館で9月17日まで開かれています。